美和島駅は愛知県清須市西美和島町七世割にある東海旅客鉄道東海交通事業の駅である JR 東海の東海道本線と TKJ の城北線が乗り入れる接続駅となっており後者は当駅が終点である東海道本線の駅番号は CA69 東海道本線の運行形態の詳細は東海道線を参照 島式ホーム2面4線を持つ地上駅である。2社の共同使用駅であり、改札を共用している。TKJ 上北線用の短いホームは、名古屋駅と稲沢駅を結ぶ JR 東海の貨物線、稲沢線の本線上に設けられていることから、貨物列車の運転状況によって発着番線が変わる。また、港内北側の稲沢線から、 東海道新幹線の高架の下を潜る、保線車両留置線が分岐している。2008年12月に、京上駅舎が完成し、東西自由通路が設置され、駅の東側に駅前広場が新設された。また、2009年3月に、駅西側の駅前広場が整備された。なお、かつての地上駅舎は、駅の西側を通る JR。 東海東海道新幹線の高架下に設置されていた。駅設備は JR 東海が保有し、同社名古屋駅の管理下で TKJ に業務委託されており、実際の業務は TKJ 社員が行っている。その一方で TKJ 直営駅扱いとしての出発業務を行っていないため、フリーキップなどの規格乗車券は、社内での団体乗車券などは、 本社鉄道部での購入となる。また、城北線を美和島駅で下車する際、運転士に乗車券、運賃を手渡し、引き換えに運転士から、降車証明書が渡される。JR 線に乗り換える場合は、乗り継ぎ先の列車の車掌から、目的地までの乗車券を購入するか、下車駅の窓口で美和島駅からの運賃を支払う。JR 線に乗り換えず、美和島駅で下車する場合は、 放射証明書を自動改札機に投入して出場する。JR 東海の JR 全線切符売り場があり、両車線の乗車券類を扱う。他に自動券売機、とか、チャージ機、自動改札機などが設置されている。上北線では、とかなどの IC カードは使用できず、改札内に乗り換え用の IC カードリーダーも設置されていないため、JR を IC カードで乗車し上北線に乗り換える場合、一旦改札を出て切符を買い直す必要がある。名古屋駅の隣駅ではあるが、省内側を越え、駅間が 4km も離れているため、閑静な住宅街になっている。キリンビール名古屋工場見学者用定時運行バスの停留所が西口を出たところの道路沿いにあったが、2020年1月8日より、東口ロータリー内に移設された。 この駅付近の主要道路は、愛知県道67号名古屋祖父江線、愛知県道1 9 5号名古屋市宮線である。ありがとうございます。